はいどうも、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週のクラブセレクションレベマ紹介ということで、来週の月曜日からはですね、バイア、レバークーゼン、シャルケ、アヤックス、アタランタ、こちらの4つのクラブセレクションが登場するという形になっていまして、でアタランタとレバークーゼンはすでにですねレベマ紹介していきましたので、今回はですねアヤックスの方を見ていきたいと思います。でアヤックスはですねこちらの8選手ということで、タディッチ、オナナ、ブリント、プロメス、ネレス、マズラウィ、アントニー、リャビアド、こちらの8選手が登場するという形になっていますので、しっかり能力値の方を見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。まずはタディッチの方から見ていきたいと思いますけども、まあ、アヤックスのクラブセレクションが前作はね、来なかったですので、まあ、前々作はね、アヤックスのクラブセレクション来ていたんですが、前作は一度も登場しませんでしたので、まあ、ようやく登場するという形になっていますが、タディッチ、能力値ご覧の通りとなっています。まあ、基本的にプラス2からプラス3上がりまして、スタミナがプラス5ですね。まあ、通常のスタミナは82しかありませんので、まあ、ありがたい部分かなと思いますが、もともと OMF の選手がね、センターフォワードに変わりましたので、まあ、センターフォワードの選手ですんで、オフェンスつけてるかあるというところはかなりありがたい部分かなと思いますし、ドリブル能力だったりパス系もしっかりあるという形になっています。で、まあセンターフォワードとして、まあ、スピード瞬発はそこまで高くないかなというところで、逆にフィジカルコンタクト80台乗せていたり、ボディコントロールは94ということで、ここら辺はかなり高いですね。で、今週のライブアップで A ですんで、今週から全然使っていけるというところはありがたい部分かなと思いますが、コンワン5ですね。まあですので、来週以降、まあコンワン5なのでライブアップで C とかになってしまった際にはちょっと使いにくいかなというところかなと思います。ただスキル、シュート系多いですし、スルーパスも持っているという形になりますので、まあ、センターフォワードとして使うよりは OMF の方がいいのかなと思ったりもしますが、ただセンターフォワードにおいてですね使ってみてもいいのかなというところですね。まあ、ただ一いろんな使い方ができるかなと思いますので、アヤックスのクラブセレクションでは1番2番、あたりの選手かなと思います。で、続きまして、オナナということで、個人的にオナナが一番の当たりかなと思いますが、能力値ご覧の通りですね。まず、タッパが190センチで しっかりある方と思いますし、年齢が24歳ということで、能力値もしっかり上がりました。基本的にプラス3からプラス4上がりまして、キャッチングがプラス7ということでありがたいですね。で、キャッチングとコラプシングがカンスト、GK センス97、クリアリング97、ディフレクティング98、まあ、すべて90代後輩の下でいたということになりますんで、全然ガチ使いで使えるような選手ですね。まあ、ですので今週どんなルーマが当たらなかったらライブアップで B ですし、オナナ狙っていただければというところですね。でスキルは3つ、低弾道のパントキック、 GK ロングスロー、 PK ストッパーの3つ、プレイスタイルは小池 GK という形になりますが、アヤックスの個人的クラブセレクション当たりはですねゴールキーパーオナナかなというところですね。で続きまして、デイリー・ブリントということでセンターバックの選手が登場という形になっています。基本的にプラス2からプラス3上がりました。でプレースキックがプラス6ということで一番上がった能力値になっていますが、まあセンターバックですんでプレースキックよりは他のところの能力値上げてほしかったなというのが本音ですね。でドリブル能力だったりパス系はしっかりあるなというところで、ディフェンスセンス95、ボール出し92、アグレッシブネスも93ということで、ここら辺はかなり高いですね。ただ瞬発力が73ということですので、やはりセンターバックよりはですね個人的に中盤だったり左のサイドバック、まあ右でもいいですけども、サイドバック起用というところが安定なのかなと思いますね。まあただサイドバックで使った瞬発力がそこまで高くないので、やはり中盤の起用が安定なのかなというところですね。で今週に関してもライブアップで B ですんで、今週から使えるというところはかなり大きな部分かなと思います。スキルが若干ネックですね。時空ラターン、ライジング、バックスピンロブ、インターセプトの4つということで、スキルが、ね、物足りないかなと思いますね。プレイしたらビルドアップということです。で続きまして、クインシー・プロメスということで、プロメスに関してもですね基本的にプラス2からプラス3上がりました。でボディコントロールがプラス6で92という形になっています。まあドリブル能力は本当に高いですし、ボディコンも92ありますんで、これはねかなり高いかなと思いますが、ただですねウィングで使うと決定力の低さというところがネックな部分かなと思いますね。80台には乗せたという上82しかありませんので、決定力もう少し欲しかったなというところですけども、やはりドリブル能力だったりスピード瞬発はかなり高いなというところですね。で逆足は23でコンワン6、レベマ走行値は92で、スキルはですねスルーパスだったりピンポイントクロスを持っているという形ですね。プレイスタイルはウィングストライカーということになっています。
で、続きまして23歳ダビドン・ネレスということで、ネレスに関してはですね、基本的にプラス1からプラス2上がりました。で、今回ボールキープがプラス5ということで一番上がった能力値になっていますね。まあどうですかね、決定力は80代後半のしていますが、オフェンセンスが84ですね。まあここら辺はどうかなと思いますが、スピード瞬発は92、94でかなり高いです。ボディコンも91ありますね。ただ逆足23でコンワン4ということで、まあコンワン4ですんで、今週ライブアップで C ですし、 C の場合はちょっと使いにくいかなというところですかね。で、スキルスルーパスを持っているという形になっていますけども、プレースラーはインサイドレシーバーということで、まあ、決定力の低さというところがネックの部分かなと思いますので、どうですかね、ウイングとか、まあ、サイドハーフの起用が安定なのかなというところですね。で、続きまして、マズラウィということで、右サイドバックの選手ですね。ということで、まあ、ポジションがね、かなり広いなというところなんですけども、基本的にプラス3からプラス4上がりました。で、カーブがプラス6で一番上がった能力値になっていますけども、まあ、バランスは取れているなと思いますが、めちゃくちゃ強いというわけではないので、ライブアップデートが良くても少しガチ使う企業というところが難しいかなというところですね。で、スキル、エラシコとアクロバティッククリアのみということですので、このスキルの低さというところもネックな部分かなと思います。で、プレイしたら合理的サイドバックということですね。で、続きまして右ウィングアントニーということで、アントニーに関しては初の FP ですね。ということで能力値ご覧の通りとなりますけども、基本的にプラス3からプラス4上がりました。で、キック力が6上がりということで、まあ20歳ということで能力値しっかり上がったなという印象ですね。まあオフェンス決定力80代後半ありますし、ドリブル能力だったりパスもしっかりつないでいけるかなというところです。で、スピシューも93、96かなり足が速いですし、でボディコントロールもありますね。まあ本当にウィングらしいなという能力値になっているかなと思いますが、やかし22でコンワン6ですね。で、この選手に関してもスキルが若干足りないかなというところですね。シザーズ、ルーレとコンカ、マリーシアの4つということで、スキルが本当に足りないなというところです。プレスラーインサイドレシーバーということで、スキルが低いというところと、まあ、能力値もめちゃくちゃ高いというわけではないので、ライブアップで B 以上ならワンチャン使ってみてもいいのかなというところですね。で、続きまして、ラストですね。ラビアド選手ということで、今週のライブアップで A ですね。まあ、そこがまずいいかなと思いますが、基本的にプラス2、プラス3、プラス4上がりました。で、オフェンスエースがプラス6で一番上がった能力値になっています。まあ、ドリブル能力だったり、スピード瞬発、まあ、瞬発力80代後半の差という形ですね。で、逆足は3、4でしっかり使えるというところ。で、コンワン4ですね。まあ、ですので、来週以降が少し難しいかなというところですかね。で、スキル、スルーパスを持っているという形になりますし、コントロールカーブも持っているということです。でプレイしたらチャンスメーカーという形になりますけども、どうですかね、この選手に関してもガジスカ起用するのであれば少し能力値が足りないなというところかなと思います。ということで、本日はですね、アヤックスのこちらの派生種紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。個人的な狙いとしては、やはりオナナ一択ぐらいのあるかなと思いますし、あとはですね、ブリントだったり、あとはタリッチも狙いの選手かなと思いますので、タリッチに関してはですね、個人的にセンターフォワードで使ってみたら面白いんじゃないかなと思いますんで、当てた方はですね、ぜひ一度試していただければと思います。ということで、本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では